にはあんな難しいことはできないと頭から考え込んでいる人はいませんか。操縦は慣れればそう難しいものではありませんが、操縦者は地上の生活に慣れている人間が空中を速い速度で飛んだり特殊飛行をやるので体にいろいろな影響を及ぼしますから、体が丈夫でなくてはいけません。そこで特に航空医学的身体検査が必要であることは言うまでもありませんが、それと同時に操縦者となるには複雑な頭の働かせ方がいります。ですからその人の頭の働きが飛行機の操縦に適しているかいないかということも問題になります。これを心理的適性といって、この検査をすることは身体検査とともにぜひ必要なのです。心理的適性というと大変難しいようですが、我々は日常いくらでも経験していることです。馬跳びの場合でも初めから全部のものが飛べるわけではありません。一定の期間練習すると適性のあるものはこのように飛べるようになるのです。それが適性です。同じように練習していても運動神経の鈍い人、つまり適性のない人はなかなか進歩しません。この適性のあるないの問題は飛行機の操縦の場合は最もはっきり現れてきます。適性のあるものとないものの着陸を比較してみます。これは適性のあるもの、大変きれいです。今度は適性のないものの着陸です。見ていてハラハラするじゃありませんか。だから適性のないものは長い月日を費やしても操縦はうまくならない。事故を起こしやすく、高価で性能のいい飛行機を破損する。それは個人の不幸ばかりでなく国家の大きな損害である。故に操縦者を選抜するために心理適性検査がぜひ必要となってくる。それでこのような機械をはじめいろいろな機械を使って適性のあるないを検査します。これは実物の飛行機の操縦席と同じようにできていて、飛行機を操縦するということは結局この装置を手と足で操ることです。手は飛行機の上下と左右の傾きを司る。足は飛行機の進む方向を司ります。しかし飛行機はこれらの装置を別々に動かしても飛ぶことはできません。手と足の装置を常に同時にうまく動かさねばなりません。ですから飛行機を操縦するにはまず手と足の共同動作、つまり手足の協応が第一に必要となってきます。自転車に乗ってる場合、足はペダルを交互に踏んで自転車の進行を司り、手は方向を司るハンドルを操ったりベルを鳴らしたりして自転車を進行させるために常に手と足が別々のことを同時にやっています。このように手と足が別々のことを同時にやることを手足の協応と言いますが、自転車の場合ばかりでなく我々は日常を知らず知らずのうちに経験しています。だが中には練習してもどうしても間違えてしまう人、つまり手足なくできない人がいます。そこで手足の協応を検査するのにこんな機械があります。操縦桿を右手、踏み棒を両足で操作します。手を動かすと、足を動かすと、
手と足の線の動く通りに、操縦者は手足を動かすと、黒線が引かれて、手足強の上手下手がわかります。だいぶ脱線していますね。この操縦ぶりを飛行機でやってみますと、手足の動ができています。飛行機は流されるように横に滑ってしまい、正しい飛行をすることができません。落ち着きと正確な操作を検査するのに、この窓の飛行機は悪気流に、受験者は窓の飛行機の中心点、それには落ち着いていることが必要です。敵地の上空で何かちょっと見ても即座に全部を飲み込んでいなくてはなりません。今通過する飛行場に格納庫がいくもね、飛行機が何台あるか数えてください。格納庫が6棟、飛行機が11台ありましたね。このように見たものをはっきりと頭に感じさせて答えられなければ、目は節穴も同然です。では目の認識能力を検査してみましょう。5桁の数字が瞬間に出ます。何と書いてありました?もう一度出します。覚えていてください。わかりましたか ?5、2、7、3、9です。目で見た反応が早いか遅いかを試してみましょう。針が動くと同時にこれを押して針を止めますと、目の反応時間が針の動いた目盛りによってわかります。始めます。針がこんなに動いてからでは目の反応のだいぶ遅い人です。普通15から20までの間で針が止まるのを標準としています。ではもう一度やってみましょう。この的確な目の反応によってこそ、100発100中の爆弾投下がなされるのです。物音を迅速に判断していろいろな処置を取る、つまり目で見、耳で聞いたことを心に感じさせて、体も心も一つになって適切な処置を行わなければなりません。ですから健康な体であって、手も足も目も耳も全てが一つになって働かなければ、優れた操縦者にはなれません。今までのものは心理的方面の適性検査でしたが、心理適性検査とともに、もちろん航空医学的方面の身体検査も操縦者となるには第一条件です。空気の希薄な航空で肺臓の抵抗力はどうか、鋭敏な聴力は、正しい視力は、その他あらゆる肉体的悪条件の中にあっても、それに耐えうる健全な体でなければなりません。こうしてみると、操縦者になることはなかなか難しいようですが、しかし考えてみると、手足の使い方も頭脳の働かせ方も日常経験していることを土台としているのです。
十分な健康と健全な精神を備えている人ならば大丈夫です。それに検査が全部完全にできなくてもある程度の適性があれば合格者となれます。足りぬところはこのような訓練によってその適性を伸ばし、やがて立派な操縦者となることができます。